でやっぱりだんだんこうなるんだよねもう昔の。なるほどね。そう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 。でそうなるとどんどんハンドアップになるんだよね。あ、こうだから。そう、ハンドアップで頭下がるのさ、うんうんうん、じゃないと当たんないから。でだんだんこうフックがきつくなるみたいな感じ、はいはいはい、でこういう風になるんだよね。おお、うん、ちょっとねじっていく。そうそう、下からダフルみたいな感じになっちゃってて、それをこういう回転することによってここの角度が保持できるようになって、うん、でさっきの感覚で言うと割と。そうか、結構じゃあなんかあれだね、あれやっぱ僕と違うんですね、やっぱね。何が。いや、なんかいろんなベースとなる理論みたいのが僕はハンドアップ全然いいと思ってるんですよ。ああ、そうなんだ。もっと言うと、はい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 、うん、試させないですもん。あ、そうか、つけすぎはその後のこのバイーンってなるからバイーンがあるからバイーン。というと、いや、こうなっても、いや俺自身こうだからね、ハンドアップだからあれなんだけど、うん、というと どういうこういう感じってこと。もうカメラ目線でいくと、うんうん、できるだけ手元は高い方がいいと思ってます、当たるとき。そうなんだ、うん、でもそれってよく言う、体が起き上がったりするんじゃないの。体は起き上がらないかな、うん、こういう感じ。ほうほうほう。あ、このここはこのままでね、てか実際ここで打てなくて、うん、ここにあってこうで、この人間がこう回ってる感じですね、うん、おー、はいはい。いやでもね、でもこうなっててこう回ってる。いや、じゃあ反論するんだけど、これこうなってるけど大丈夫、うん、はい、多分実際こんなできないんですよ。あ、そっか。そう、こんな実際できない。あの、なんて言うんだろうな、まあこれちょっと脱線しちゃうけどいいよ人間これはいくらでもできるでしょ、下げる方向は、はいはい、ハンドアップの方向はここまでしかできないって分かります。こっから先はもう地面にボールがある以上できなくないですか。これ以上ハンドアップしたらもう空中になっちゃうから、うんうん、出ない、うんうんうん、だからハンドアップはここからここまでしかできないけど、ハンドダウンはいくらでもできるじゃん確かにね。だから、うん、スピンジが傾く伸びしろがでかい、うん、おハンドダウンの方が、ダウンの方がね。あ、俺そうだって言うちょっとかして、だから俺だからもう完全に自分の理論で言うと、なんていうかな、こうだんだん昔の理論、昔のスイングってこうなんだよね。はいはいはい。してこうして、なんかやっぱ僕もそれかっこいいってイメージありますからね。そう、こうなんのさして、ね、でここでね、鬼ローテーションさ、はいはい、だからここ見た時にさ、これが見えるんだよ。あ、もうこっちなんだ。そうそうそう、それでこういうフックが出てて、でそれで良かったんだけど、だんだんね、なんだ40ぐらいになってからトレーニング、ちょっと筋トレやるの少し少なくなったら、うんうん、もう右しかいかないんだよ。なるほどね。それでね、なんか悩んでて、それでそのこう回転をしていくという、うん、この動きに変えたんだね。で変えるとね、あのこの動きだけ変わらないわけよ。うんうん、この動き変わんないで引っかかる、左回るから、この左から左だね。それで、ね、どっちかっていうと俺の場合こうやってやるとフェース面がちょうどよくなるわけよ。ああ、こうなっちゃうところを、そうそうそう、こうか。そう、俺の場合はそうなんだよね。これ俺の理論的な考えだから、人にとって対してはそういうのはやらないんだけど。あ、でも分かる。だから下方向にリリースしていくと限界値迎えた時にクルンってこうなるから。あ、そう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 。俺これでヘッドスピード出してたんですさ。はいはい。だからなんちゅうの、あのエプソンのなんだっけ、Mトレーサー。Mトレーサーでやると、あのためが強烈なんだよね。でこうやってこうパキオンみたいな振り方してたから、あのMトレーサーのその人に言われたの、こんなにためて打ってる人あんまりいないですよみたいな、うんうんうん、褒め言葉なのかと思ったけど、ちょっとやりすぎみたいな、うんうん、それはやっぱりそうなっちゃってるってことだよね。そうですね、うん、で実はだからもう一個あって、うん、さっきのそのちょっとダフる話に戻ると、うんうん、試させないです僕あと。おお、試させない。そうか、だからこういうなし動きはしないってことだ。例えばできるだけ、うん、さっきのちょっとキャストっぽい動き、うんうん、しようと思ったら、うん、ここよりもこの状態からの方ができるでしょ、うん、おー、ここよりこっちってことね。こっからの方がこれって強くできるっ
ていうことはこの状態にいたらできなくないですか、うん、もうこの状態だったらってこと、この状態からキャスターもできない、ああできないできない、もうキャスト済みだから、おだから、はい、こうなってダフっちゃうんですの人って結構意図的にこうやってくる人多くて、でこの後バーンってこうなるんで、はい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 、あだからここはかっこいいみたいな、そうここ来るとかっこよくてここほどくみたいな、手首がもう極まっちゃうんだよ、関節が、はい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 、可動域の限界来るんで、限界来た後跳ね返るしかもう、はい、分かるな、未来がないじゃないですか、分かる分かる分かる、だからちょっとここの可動域に ゆとり持ってて、はいはいはい、いや例えばこれでこう持っててこのクラブもし20キロぐらいあって僕体回したら逆にこうなるじゃないですか、うんうんうん、なるね、うん、でもこのスタートだとブーンってこうなるじゃないですか、わかるわかる、だから、うん、あんま試させないです、ああ、俺それで言うとそのダウンブローに打つっていうことで、うん、自分が一番初め身についたダウンブローの打ち方の、はい、自分の独学でやったのどういう打ち方かちょっとやってみるよ、はい、うわーわかるやってたもん僕も、でこれをやるとね先輩のプロがバカにされるわけよ、お前バックスイングはこうだって、なんでかっていうと当時ねデビッド・レッドベターが入ってたわけよ、うんうん、だからさセットトップフィニッシュみたいな、はいはい、これやればやるほどスライス筋が出ないしさ、この感じの方が俺の中のイメージだ、だから結局あんまり角度つけない方がいけるってことでしょ、そういう考え方だと思う、まあつけなさすぎもつけすぎもよくないちょうどいいとこがあるとは思うんですよ、うんうん、でそのちょうどいいところは、うん、その人の多分肉質によると思うの、おお肉質っていうのは何だ、肉質何だ肉質っていうのは、肉質は肉質ですよその肉の強さ、まあ、筋肉なのか、うんうん、体使いなのかってとこなんだけど、はいはい、ちゅうことはこういうのでも、うん、ダウンブローに綺麗に入れれる人っているよね、いるいる、すごいよね、俺あれこうやって打ってる人いるから、いやかっけえなのってできない動きだからすごいよねあれね、でも全然両方できますよ、これでも僕できるし、もうこれでもできる、これやっちゃうともう無理あもうなんちゅうのなんていうかな、こう逆だからセットしちゃうともうダメさ、こうでしょ、そうそうそう、俺どっちかっていうとだからもうほんと初めてセットしない入り方していくイメージで、うん、ちょっとラグ作ってラグでここで入ってくる感覚から入ってくるとダフりにくいっていう流れになるんでね、うんうんうん、でそうそれが僕のダフらないっていう、うんうんうん、あ結論が出たね結論ちょっと待ってよ、だからまとめるともうまとまるまず、うん、ダフる人はボールのポジションを左に置け、うん、そっから始めろってこと、うん、だね、で次に、結局それをやると左腰がずれるんだよ、うん、ずれるタイプとずれないタイプがあると、うん、でそこで言うとそのずれるっていうこういう動作よりはこうの方がいいっていうところが、うんうん、それは一致、そうですね、ね、でそのハンドアップハンドダウンというところで言うとそのハンドアップその使い方はちょっと人それぞれあるんじゃないかというところで、うん、話が盛り上がりの手首の角度はつけるかつけないかっていうところで言うとやっぱりつけすぎはその後のこのバイーンってなるからバイーンがあるからバイーンってなる開放が強くなっちゃうっていうところで、うん、少し抑えた方がいいっていうのが同じ見解、うん、これでいいかなですね、はい、そこら辺でまずもうあの無限に長いワールドに引き込まれてそうって抜け出せなくなるからまず1回目このぐらいにしとこうか、うん、はい、そうなんかターゲットの人がいれば、うん、それに絞れるけど、うん、一般論でバーって話すと多分無限にやっぱ無限にあるよね、まあね、お互いちょっと経験はあるんで、まあちょっとそこら辺でまず1回目今日はこのぐらいで終わろうかなと思うんだけども、うん、はい、ここはなんか秋長いになられたければどこからのアクセス連絡ホームページ、ホームページですね、キャンパスゴルフアカデミーで明日にリンク貼ってあるんで、はい、それでちょっと興味ある方は検索してみてください、はい、じゃあ今日はこのぐらいで終わります、はい、バイ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 、あ動画最後まで見ていただきありがとうございます、もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします、もっとゴルフが上達したい
ていう方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。